誘導放出のレーザー誘導放出とは、冷気状態の電子が外部から加えた電磁波によってより低いエネルギー順位に移り、その分のエネルギーを電磁波として放出する現象である。この時放出される光子は外部から入射した光子と同じ層、周波数、変更を持ち、同じ方向に進む。誘導放出を利用することで、光を 位相や波長を揃えて増幅することができ、レーザーの発信などに応用されている。誘導放出が起こるには、外界の電磁場との相互作用が必要となる点で、自然放出とは区別される。また、よく似た現象として、急行現象があるが、こちらは誘導放出の逆過程で、吸収された光子のエネルギーは、電子を低いエネルギー順位からより高い。 エネルギー順位へ、冷気するのに使われる点で異なる。熱平行状態にある媒質では、低いエネルギー順位にいる電子が高いエネルギー順位に、いる電子より、数多く存在するために、誘導放出より、急行の方が起こりやすい。誘導放出を急行過程より優位に起こすためには、高いエネルギー順位にいる電子を低いエネルギー順位に、いる電子より多く分布させる必要があり、 その時に限り誘導放出を利用して光を増幅させることが可能となる。そのような倍質をレーザー倍質などと呼ぶ。誘導放出現象はアルベルト・アインシュタインによって量子力学の枠組みの中から理論的に発見された。量子力学において誘導放出は光子のやり取り、つまり量子化された電磁場によって記述される。 例えば半導体レーザーなどの場合、ナノメートル単位の大きさの両シードにエネルギー順位の揃ったキャリアを集中的に注入することで反転分布を形成していて、さらに効率よく発信させる工夫として、光共振器で放出光をフィードバックすることなどが施されている。誘導放出は発光繊維の確率を高めることで、発光ダイオードなどの発光効率の向上にも、 応用できる。このような誘導放出による高効率発酵はスーパーアルミネセンスなどと呼ばれる。原子における誘導放出現象はマイクロ波の増幅や発信機に用いられる。原子周波数標準に用いられる水素メーザーなどが代表的な応用例である。ありがとうございます。